にちは、コートベーカリーの酒井です。いつも動画を見てくださってありがとうございます。今回ですね、いつもみたいな解説動画じゃなくて、移転、移住についてのご報告と、皆さんにね、ちょっと相談したいなということがあるので、その動画を撮ってみたいと思います。まあ、数ヶ月前からね、今の場所から移転、移住して、まあ、土地を探したいと思うようになりました。で、まあ、移転先の土地を探してるよっていうふうに SNS で書いてからね、ありがたいことに、まあ、うちの近くに来てほしいとか、近くに空き物件、空きの土地がありますよっていうようなメッセージをいただくことが増えましたと。で、まあ、そこからね、数ヶ月経って SNS で、移転について書くことが全然少なくなったので、それからどうなってんのっていうふうなことも結構聞かれることがありまして、まあ、現在までの進行状況と、当初と比べてですね、ちょっと気持ちが変わってきたところもありますので、まあ、今後ね、どうしたらいいでしょうかっていうことを皆さんにちょっとね、相談させてもらいたいなと思ってます。で、まずはですね、動機ですね。なんで移転しようと思ってるのかなんですけれども、大きく3つあります。1つ目は、去年結婚したことですね。今まではマンションの一人暮らしだったんですけれども、まあ、結婚して奥さんと、2人暮らしになって、今のマンションじゃちょっと手狭になってきたことが挙げられます。で、あとはね、一人暮らしの時って、もう仕事のことしか頭に、なくて、もう仕事のことばっかり考えてたんですけれども、やっぱ結婚してね、まあ、暮らしのことにも目を向けるようになったっていうのが、大きな理由ですね。で、二つ目は、深夜の一人出勤ですね。今ね、週末は、夜中の11時ぐらいに出勤して仕事してるんですけれども、朝ね、パン屋さんだったら朝早いんでしょって言われるんですけれども、まあ、僕はもう夜から、働いてて、11時ぐらいですね。まあ、今のマンションからお店は結構近いんですけれども、まあ、近いとはゆえ、この深夜の一人出勤が、まあ、これから10年、20年、30年続くっていうふうに考えると、なんかね、ふとこのままで本当にいいのかなっていう、ちょっと疑問を覚えるようになってきたっていうのが2つ目の理由です。で、3つ目は厨房を作り直したいっていうのが、動機です。まあ、今の厨房って、一人製造、僕が一人で製造して販売のスタッフさんが一人二人っていうような、まあ、そういった、規模のパン屋さんを想定して動線を作って厨房を作ったんですけれども、お客さんが結構増えてきて、今厨房のね、製造が僕含めて奥さんも含めて、まあ、2人3人ぐらい入ってるんですよね。で、販売は2人ぐらい、やってもらってるんですけれども、まあ、結構ね、このお店で働いてる人が増えてきて、この動線、この厨房設計ではちょっとね、やりづらいなーっていうところが多々出てきたので、まあ、次のお店で、まあ、厨房設計をやり直したいなーっていうのが3つ目の動機です。で、次はどういう場所を作りたいかですけれども、まあ、暮らしと仕事が、まあ、地続きになってるような場所、お店が作れたらなっていうのが理想ですね。で、まあ、これも理想ですけれども、そのお店の、近くにやっぱ自然があって、そのお店からね、自然のなんか緑が見えるような場所でお店ができたらなっていうのが、イメージとしてあります。で、まあ、YouTube を始めてから特になんですけれども、これからお店をしたいっていう人が結構訪ねてくれることが、多いんですけれども、今のテナントだとね、そういう人がわざわざ来てくれても、まあ、立ち話ぐらいしかできないですよね。かなり狭い場所なので。なので、まあ、そういった方がわざわざ来てくれた時に、まあ、なんか座ってね、お茶も出して、なんか話、ゆっくり話をね、聞けるようなスペースが取れたらなっていうのがあります。なので、
まあそういったことを考えると、住居と店舗が一体になっている住居兼店舗の方がいいのかなっていうようなことを考えてます。で、次に店と家の現状ですけれども、まずお店ですね。お店は兵庫県姫路市の住宅街にありまして、まあ、約12坪ぐらいの小さい場所をテナントで借りてます。で、駐車場ね、5台分あるんですけれども、まあ5台分結構すぐ埋まっちゃうし、オープン前はね、結構お店の前にお客さんが並ぶことが多い、まあそういった状態ですね。で、家ですけれども、店舗からすぐ徒歩ですぐのとこ、徒歩で、すぐのマンションを借りてて、まあ、そこで奥さんと2人暮らししてるという状況です。で、探してる土地の条件ですね。まずエリアですけれども、まあ、僕が神戸出身で、奥さんも長いこと神戸で、働いてたってこともあって、まあ、今いる姫路から神戸ぐらいのエリア間で、まあ、探せたらなと思ってます。で、まあ、今ねお店をやって4年目なんですけれども、お客さんもどんどん増えてきて、常連さんも毎週のように来てくださる常連さんも結構増えてるので、まあ、そういったお客さんからあんまりね遠く離れるっていうのはどうかな、そのお客さんに申し訳ないなって気持ちがあるので、まあ、できればねそこまで遠く離れた場所でお店をやりたいなっていうのはないんですね。で、次に広さですけれども、まあ、今ね店の駐車場が5台分はあるので、まあ、できればそれぐらいの広さは欲しいと、まあ、坪数でいうと、まあ、70坪から100坪ぐらいあればいいのかなっていうふうに考えてます。で、あと土地周辺の条件ですけれども、オープン前はですね、車も人も結構混み合うことが多いので、店前の道路はできるだけ広くて、で、お客さんが並んでも、周囲の方に迷惑がなかなかかからないような場所があればなと考えてます。で、移転移住するにあたって大きな課題が2つあると思ってて、まあ、1つ目はお金ですね。まあ、土地と建物を買うってなるとやっぱ合わせて4000万とか5000万もしくはそれ以上の金額が必要になってくると。で、僕もお店をやってまだ4年なので当然そんなお金はなくて住宅ローンを組むことになるんですけれども、まあ、ここでね個人事業主が住宅ローンを組むっていうことの厳しさをね知ることになります。まあ、言ったらメガバンクですね、有名な三井住友とか UFJ とか、あとまあ、地方銀行とかはもう自営業というだけでもう全然相手にもしてくれないんですよね。だからその、まあ、銀行に電話して、まあ、今、個人でパン屋さんを経営してて、まあ、住宅ローンを組みたいと思ってるんですっていうふうなことを冒頭で言うと、もうその冒頭でもうシャッターが閉められるわけですよ。まあ、ここからねどういう土地を探しててとか利益はだいたいいくらぐらいでみたいな話をねしようとか思ってても、もうその入り口でシャッターが閉められるので全然ねローンの話まで聞いてくれないんですよね。で、まあ、近くの信用金庫さんに相談しに行ったんですけれども、まあ、なんとか借り入れ希望額の満額で事前審査はクリアした状態です。でね、これから起業する人で、まあ、将来ローンを組む可能性のある人、まあ、僕みたいに住居兼店舗を建てたいとか、住宅ローンを組みたいと思っている人がいるかもしれませんけれども、金融機関側は、決算書の利益額を見て判断するので、決算書は、毎年ちゃんと作っておいた方がいいと思います。で、利益をね、確保するようにしないといけないということですね。まあ、過度にね節税して、利益額を、少なくするっていうやり方をしてる方もいるかもわからないですけども、それだと住宅ローンは絶対組めないので利益額はちゃんと確保しといた方がいいと思います。
で、利益についてはね、以前の動画、週3日営業の小さいパン屋で利益はいくら出せるのかってところで、まあ、ざっくり説明しているので、まあ、その動画を見てちょっと勉強していただけたらなと思います。で、もう一つの課題が土地探しですね。ある程度借り入れの目処が立ったので、まあ、あとは土地探しだけだと、まあ、ネット上でね、土地を探しても、まあ、結構いくつか出てくるし、まあ、不動産屋さんも結構いろいろあるので、まあ、土地探して、まあ、1軒か2軒ぐらいはね、僕が希望するような土地が、まあ、簡単に見つかるんじゃないかなと思ってたんですけれども、これがね、なかなか難しいです。まあ、いくつか不動産屋さんに行って、実際に土地も、30軒か40軒ぐらい見てきたんですね。で、まあ、結構多いのが、その土地に行くまでの道路幅がめちゃくちゃ狭いと。その土地に行くまでにね、車で、見に行くわけですけれども、もう壁すれすれの道路幅しかないような土地も結構あって、まあ、なんか自分たちが住むだけだったらそういう土地でもいいかもわからないですけれども、ここにお客さんを呼ぶっていうことを考えると、この土地はないなっていうところが結構いっぱいあったんですね。で、道路幅がまあ広そうな土地の方がいいのかなと思って、まあ、開発分譲地ってところも見てきたんですね。開発分譲地っていうのは、あの、新規で土地が整備されたところなので、まあ、当然ね、道路幅も結構広くて結構いいなと思ったんですけれども、まあ、当たり前なんですけれども、宅地がやっぱ密集してるわけですね。で、全然お店とかも全然なくて、で、僕のお店がそこに移転するってことを考えると、まあ、週末になるとね、その度にお客さんが結構押し寄せてくるってことが想定されるわけですね。ってなると、やっぱりね、その近所の方にご迷惑がかかっちゃうのかなっていうことを考えると、まあ、開発分譲地もやっぱちょっと違うんじゃないかなと思うようになりました。で、まあ、道路幅が広くて、宅地も密集してないエリアってどういうところがあるのかなと思って、まあ、ちょっとのどかなところですね。まあ、なんか緑がたくさんあって、山のふもとみたいなところも、そういった土地も見てきたんですけれども、まあ、そういった土地は市街化調整区域って言って、外部の、ね、人が新規で建物を建てるっていうのが制限されてるエリアなんですね。なので、ちょっと のどかな土地も見てきたんですけれども、そういった土地もやっぱダメだということが分かりました。で、何十軒、30軒か40軒ぐらい土地を探したんですけれども、正直今のところ、まあ、1軒もここがいいなっていうところが見つかってない状態ですね。で、土地探しってやっぱ難しいなと思ってる状態で起こったのが、ウッドショックですね。ウッドショックっていうのは輸入木材価格が上がっていることですけれども、まあ、そうすることで、建築価格が今跳ね上がってる状態です。で、もう一つは歴史的な円安ですね。なんか毎日のようにね、円安のニュースが、流れてますけれども、まあ、そうすることで土地の値段もどんどん上がってます。で、まあ、今後ね、金利上昇のリスクもあるということで、今土地探し、住居兼店舗を建てるには結構最悪のタイミングなんじゃないかなと思ってます。ということでね、今後の動きですけれども、一つ目の選択肢としては、土地が見つかるまで何年も探し続けるということです。まあ、知り合いのパン屋さんで、住居兼店舗を建てられた方、まあ、話を聞いたことがあるんですけれども、まあ、そういった方々もやっぱり2年3年と何年か探し続けてようやく土地と出会ったというふうに、おっしゃられたので、まあ、僕もね、数年間探して土地が見つからないということでテンション下げてる場合じゃないと、まあ、何年かやっぱりね、探さないといい土地っていうのは見つからないのかなっていうので、こういった選択肢も考えてます。で、まあ、土地が見つかればね、家の狭さと、深夜の通勤問題、どちらの問題もクリアできるので、これが一番理想的といえば理想的ですね。
まあ、ただね、このまま土地と、建物の価格がどんどん上がっていけばですね、無理なローンを組んでしまって、まあ、経営を圧迫してしまうんじゃないかっていう懸念があります。でも2つ目ですね、2つ目の選択肢としては、テナントは、今のお店を借り続けて徒歩圏内で中古マンションとか中古戸建てを買って、まあ、リノベするっていうのが2つ目の選択肢です。この選択肢だと通勤問題は残ったままになりますけれども、まあ、家の狭さは解決できるし、土地を見つけるよりかは簡単なのかなということで、まあ、一番現実的な選択肢とも言いますね。で、3つ目の選択肢は、まあ、これ現実逃避ちゃうんかいっていうふうに言われるかもわからないですけれども、まあ、いっそね、遠くに移住して一からパン屋さんを立ち上げるっていうのが3つ目の選択肢です。まあね、僕の知り合いも結構ね、地方に移住してお店を立ち上げてる方が多いので、まあ、そういった方からも、まあ、こっちの地域には、まあ、僕みたいなスタイルのパン屋さんがないから、こっちに来て、パン屋さんやりなよということで連絡をいただくことがあるので、まあ、そういった選択肢も、まあね、結構不安なところもありますけれども、まあ、ワクワクするところもあるので、そういった選択肢もありなのかなとも思ったりしてます。ということで、今はこの3つの選択肢で迷ってて、まあ、正直ね、どうしたらいいのかよくわからない状態です。ということで、最後まとめですけれども、移住、移転について動画を撮ってみましたが、まあ、結局ね、何も進んでないということです。まあ、理想的な暮らしってね、どんなんだろうと思って、本を読んだりですね、例えばまあ、カーサ・ブルータスですね、ブルータスさんとかでもやっぱ暮らしのこととか建物のこととか、こういった特集が組まれてるので、こういった本を読んで、まあ、理想的な暮らしとか仕事ってどんなんだろうということでイメージを膨らましたり、まあ、あとは家を建てるっていうのも全然今まで考えたことなかったので、まあ、基本的な知識が大事だろうということで、こういった本を読んで、基本的な知識を学んだりで、まあ、現実的な選択肢のところで挙げましたけども、まあ、なんかリノベですね、リノベっていうのもどうやるんだろうっていうので、リノベの本を買ってね、読んだりとか、なんかいろいろしてる状態なんですけれども、結局今は暗礁に乗り上げてる状態で、ね、なんかね、進んでる感が今ない状態なんですよね。で、まあ、何も決まってないのに動画をわざわざ撮る必要があったのか、ちょっと疑問なところもありますけれども、まあ、移転移住について SNS で触れておきながらね、その進捗状況について皆さんに報告できてなかったことで、まあ、この動画をきっかけにね、皆さんからなんかアドバイスがいただけたらなと思って、動画を撮ってみました。ということでね、まあ、何かアイデアなり、アドバイスなり何かあればコメント欄でも結構ですし、メッセージでも結構ですので、いただけたらすごいありがたいです。ということで、今回も最後までご覧になってくださってありがとうございました。